小さい頃はさ、前話したけどパパママの料理食べて育ったみたいな。そう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 、学校行って帰ってきたらお店に行って夕ご飯食べてっていう生活をしてたから、お母さんの手料理というよりはお父さんの料理を食べて育った。お父さんの作ってくれたハンバーグとかそういうものがとっても大好き。洋食屋さんレストラン、キッチンとも有名だよ。繁盛と六角橋で商店で、商店街にいろんなお蕎麦屋さんがあったり洋食屋さんがあったりお茶屋さんがあったりっていう普通の商店街で、そこでお父さんはレストランをやっている。キッチンとものお嬢さん。お嬢さんなんでここにいるの？ね、不思議だよね。ちっちゃい頃は本当にお父さんとお母さん仕事が忙しかったから、お母さんの実家にいたりとかして、でご飯だけキッチンとかに食べに行くみたいな生活してたり、だからすごく忙しかったから、お母さんとお父さん私たちに構ってられなかったけど、毎日ご飯食べに行っていろんなお話して、あそこでコミュニケーションをとってました。一番最初私は水商売っていうか、ああいう商売にはなりたくないと思ってたよ、ちっちゃい頃ね。なんでなの？寂しかったんじゃない？かまってもらえないし、それに忙しいしさ、大変だし。なのになぜか今商売やってるけどね、不思議。大輝くん、はい、千代子さんの息子さん、ここは千代子の実家です、はい、千代子さんは多分お母さんにですね。そうか、そうか、そう全然似てないと思う。そっくりデブなの私にさどんなことがここのお店は洋食屋さん、どのくらいやられてるんですか、創業から。60年、じいちゃんとばあちゃんで2人で60年。お父さんお母さんおいくつですか？じいちゃんが80、ばあちゃんが73、43。じゃあ大輝くんはいつからやられてるんですか？今年から戻ってきました。もともと東京の赤坂のフレンチで働いてて、そこで7年かな、ここをやるために戻ってきて、まだ1年経ってない。もともとはなんで大輝くんはここに戻ってきたの？コックさんになろうと思ったのがここが原点だから、そこのこのお店をなくしたくないなと思って、ここのお店があったから俺はコックさんになりたいなって思ったから、二人を見て育って、小さい頃から、小さい頃この自分の原点はなくしたくないなと思って、継ぐ人もいなかったし、このままだとお店は潰しちゃう。せっかくすごくお客さんもいっぱい来るお店だし、繁盛店だからなくしちゃうのはもったいないなと思って、じゃあそれだったら俺やろうかなって、いろいろ考えた上でまあやろうかなっていう。まあ今はまだ2人ともすごく元気だから全然バリバリ働ける、年齢は年齢だけど今は3人でできる限り。じゃあ千代子さんは戻ってくるのかな、こっちに。わかんない、あ、まあ戻ってこないんじゃないかな、ここ頼りにはしてないかな。まああの人は本当に自由な人だから、超自由な人だから、今もまあ静岡帰っても店の方が大事だから、あんま会うのも子供たちは行かない、そう行かないね竹内屋さんにはあんまり顔出さない。うちは今もう離婚してるから親父の方の家に行くかな、みんな。あ、そうなんだ。母親は本当にマジで今は本当お店が一番。まあでもその気持ちは別に商売やってたら分からんでもないから、それが彼女が選んだ人生だから、まあただ頑張ってやるからには全力でやらないとダメだよ。2ヶ月半、1ヶ月半ぐらい、1ヶ月半ハンバーグに使うやつだよね。そうそう、ハンバーグにも何にでも結構いろんなものに使う。さすがにお肉は無理。まあお肉は肉お肉と魚は肉です。手を加えるものはほとんど自分たちで手作る。やっぱそれが美味しさの秘密。だから時間もかかるし大変なんだけど、好きなことやってるから全然めっちゃそれが苦だなと思ったことは俺はない、うん、2人は分かんないけど。
じゃあ千代子さんも小さい頃はもう中学生ぐらいから手伝ってたよ。弟もそうだし千代子もそうだし。でもこんだけやってたらなんかもうちょっと疲れたから休みたいなとか疲れたら休みたいなと思っても休めないよ生活かかってたら。だってお店も借り店だし自宅も家賃だしそれを払っていかなきゃいけないから頑張って働いてない。でも60年も続いてるってあんまり聞かないじゃないですか。老舗というか老舗に見えるのかもしれないね私たちにしたら老舗って言われてもねって感じ。普通にやってるだけだからなんていうのそんな60年もやって頑張ってるんだっていう感じじゃないから。毎日毎日仕事をしてお客さんが美味しかったよって言って帰るのが楽しみで、また来るねとかって言ってくれるのが楽しみ。自分が具合悪くならなきゃずっとやってんじゃないかな。2年前ぐらいにがんの手術をしてるから、うん、薬を飲まなきゃいけない。それがあってやめようと思ってたら大事なじいちゃんとももう無理じゃ寂しいからって言って今年の4月ぐらいまでは本当調子があんまり良くなかった。お父さん体調は大丈夫ですか今。今は、ね、12月で丸2年経ってもう1年ぐらい入院になると転移してる人が3ヶ月にしては予防通り早く入院する。後ろ向けば何でもできるから手や手の届く範囲で最初はやっぱりほら60年前って言うと20歳だからいろいろとやっぱ困難はあるよ。仕入れとかそういうのにねやっぱ小僧だから箔が効かないんだよ。仕入れが難しい、舐められちゃう。まあ一番困ったのは最初はお客さん来るか来ないか、それがやっぱ心配だもん。だからお客さんが来てくれたっていう時点でもう嬉しいっていうのがまずそこから1ページだから。最初はやっぱ大変だったよ、うん、お客さんがなかなか常連さんになってくれると難しい問題があるので、まあ自分じゃだけど一生懸命やってるからまずいもんは出してないと思ってても。ジャンボランチ、はい、お願いします、うん、ジャンボランチです。ウーロン茶、はい、すいません、お待たせしました。上にいたじゃん。すいません、お待ちどうさまで。常連のお客さんですか。まあいつから来てるんですか。俺はもう毎日来てんだけど、まあ、毎日来てるだけど今ね、6回ぐらい来なかったんだよ。病院にいたから。どこが悪いんですか。あ、交換で曲がなっちゃった。あ、大丈夫ですか。柄の悪いのは取らないお店の役だよそんなひどいこと言うの。やばいの出入りしてると思われちゃうみんなね、東京生。あ、そうなんだ。中学校、地元なんだ。あれも地元じゃん。いつも何頼みます。今来るよ。それとも、ちょっとはスペシャルかもよ。失礼します。お待たせしました。うまいよ、全部うまいよ、全部ごちそうさまです。ごちそうさまありがとう。バッティング？バッティング？散歩。散歩しないとダメなの。ありがとうございました。歩かないと。いつから来てるの？もう。ママに聞いたらなんか結構何十年前になる。一人で来たりとか、あとお友達みんなで来たりとかね。いつも混むから5時から早めに来てお友達とみんなで飲んだりとか。最近は2人とか旦那とかが多いかな。お待たせしました、はい、ありがとうございます。わ、美味しそう。失礼いたします。食べなしたくなるじゃんこれが美味しいのよ。これがね、ちょうどいい味になる。いつもこれを私は頼む。いただきます。うん、おいしい。やっぱ美味しいね。
これも美味しいよね。チルハンバーグというカツ、はい、魚じゃない？魚なら柔らかい、柔らかいから。あ、美味しそう、やばい、美味しい、やばい、ごめんねこの味付いたこれが美味しいの。ちょっと太くないですか？うん、これスパ麺だね。これ味が染みるじゃないですか、鉄板でやるか言って、こっちはね。お店の雰囲気最高だよ。私は知ってるから全然いいのって聞いて、いいよいいよって言われるとすごい嬉しい。今日はダメなんだって言われるとショックって言って帰るけど ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。千代子さんって公務員やってたじゃん。その前とかってもう公務員かな。公務員なんだ、ずっと。そう、子供たちが小学校ぐらい上がって公務員試験資格取ってずっと公務員。まあでもなんかいろいろちょっとあって、公務員中からもう勝利のことを手伝っていたのよ。土日とかね。そうそうそう、公務員も辞めて竹内屋でやるっつって。快進撃じゃあ快進撃じゃないのかなと俺は思うけど、その百貨店出たり台湾の人が来てくれたり、かっちゃんがそうやって旅行とかのアテンドしてくれたりって、あの飲食店としてはすごくいいスタートなんです。本当に飲食店ってコロナになっちゃってから難しいと思うから、俺も言われるのはなんか実家へ行ったら安心だしいいねみたいなことが来たらねって言われるけど、こっちに来た方が俺的にはもう人生の一番の大きな賭けだ。よっぽどちゃんと会社に属してフレンチとかやってた方が全然休みもあるし、お給料もあるし、有給だってあるし、いいねみたいな言われても、いやこっちの方が賭けだねっていうのはすごく思うかな。息子からしてママがじゃあ台湾料理始めますって言った時、最初どうだった？いや、なんもないねあの人の人生だから食いっぱくれようがダメになろうが別に逆に心配くれなくやってくれたらな、ありがたいね。ラッキーぐらいじゃん。別になんか、いややめなよとかない。好きなことやったらって。その代わり、自分の人生責任持ってやってくださいねぐらい。別にだからなんか、やるって言って止めもしてないし、いいねとも言ってないから。もう、好きなことやったらいいよ。子供たちも手から離れてるんだし、あとは自分の食いぶちだけは自分で稼いでもらえれば、私たちは何も干渉しないで。きっとね、大輝がね、続けてくれると思うと期待してますお父さんお母さんからしたら千代子ちゃんじゃなくて孫が来るっていうのも、うん、別に抵抗感も何もない。やれないんだったら店を閉めるだけだから、フランス料理とかそういうのがやりたかったんじゃないかなと思うけど、まあそれはまだ俺は若いからゆくゆくやろうと思えばできるって言ってる。今はだから大輝が頑張ってやるって言ってるから、助けてるっていうか助けてもらってるのかもしれない。大輝に飯食わしてもらってるのかもしれない、もしかすると千代子が小さい時は商売人のうちなんて嫌だと思ってたんだと思う。反抗期みたいな時ってあるじゃない。結局私たち朝早くから夜遅くまでお店にいる、うちにいる時間ってないんだよ、ほとんど。寝てる時ぐらいね、保育園に行って帰ってきたら今度はおばあちゃんと寝てて、それで寝る時だけおばあちゃんと寝かせた。で寝かせて鍵かけて出てきた。泣くと前のうちのアパートのおばさんが「千代ちゃん泣いてるよ」って電話をくれて、でまた飛んで帰って寝かせてっていうのがあったから、きっとそういう生活があったから商売なんて嫌だなと思った時期があるんじゃない。子供にしたらきっと寂しかったんだと思うな。施設の仕事をしてた時にあんまりいい環境じゃなかったらしいよね。で、辞めた時に何で食べてるかって言ったら、商人やってたあれを手伝ってたからね。それで食べていけたらいいなと思ったり。やり始めたら、やっぱ商売って面白いなと思ったんだよ。で、みんな喜んで食べてくれるし、また来るねとか言ってもらえるし、それが気持ちよかったんだよ。大変だと思うよ、商売は。あの子は何でもやり始めたら止まらなくなっちゃうから、あれもこれもあれもこれもやるようになっちゃうから、気をつけなさいと言われて、楽しんでやってると思うよ、そうか。そんなに苦しんでやってないと思う。
茶叶，茶叶很有名的地方，就是。它有两家店吗？因为我是日本的，它怎么会卖台湾料理？不管我会吃到什么。就是来台湾的时候吃了豆花，觉得很好吃，他们就开始卖，在日本做。那他们两个忙得过来啊？一家店让两个人忙得过来？忙过来？台湾料理是晚餐吗？台湾料理是什么？比如说什么？日落行。不是啊，不是台湾的，为什么会摸到台湾料理？いろんなお店の食べて。横浜とか中華街食べ歩き。川さんです。谢谢谢谢谢谢。嗯，拜拜。みんなに豆花を知ってもらって、で台湾みたいに普通にその豆花をさ買いに来るようにならないと、何なんだろうね、日本の何に当たるんだろう。でもここまでなんか普通に買いに来て夜とか食べるってないかもね。逆にあれなのかな、やっぱり豆腐ああいうものだから。あ、取ってるじゃん、びっくり。ザワン、ザワン。僕ら今どこにいます？台南。違う。あ、どこにいます？あ、ごめんごめん。新宇でしょ。新宇ルル。今から台南行きます。台南に行ってもいいですか？大丈夫ですか？いいでしょういいでしょう。お許し出た。台南はさ、台北とか台東とかと比べると雰囲気がまた違うんでしょ。それをちょっと楽しみってことで、2人じゃあ切符買いに行ってきます。切符買いに、はい、いける、いけるけど、なんて言えばいいなんて言えばいい。台南两张。台南两张。今から日本語禁止なんで、はい、スタート。ザワン。台南你好。台南吗？着いた。ちょっと暑さ感じるね。暑いね。やっと台湾着いたと思う。チケットどうしたっけ？ちょっと待って。ポッケは？ポッケない。ポッケない。チケットなくしましたってなって言うの？教えてください。記憶をたどってよ。記憶をたどる。たどる。まだまだチャンスあるよ。まだまだチャンスあるよ。靴の裏とかは？ない。我的高铁票不见了。高铁票不见了。高铁票不见了。嗯。ジェスチャー入れて。え？ジェスチャー入れて。はい。はい、ちょっと。高铁票。你好。高铁票不见了。高铁票。不见了。You lost ticket. Lost. Yes.おの、気をつけて。はい、気をつけます。台南の方が路地がある感じ。うちに来る台湾人の人たちが言うと、台南は京都みたいって言うからさ、京都って裏路地が多いかったら細い道多いじゃん。このままでそんな雰囲気なのかなって。最近的牛肉汤。最近的。せっかく台南に来たからさ、牛肉汤を食べてんじゃん。最近的牛肉汤。なんかすごいナメクジみたいな、ヌメヌメした言い方。トゥエゼンドゥ。トゥエゼンドゥ。トゥエダメ、できない。ニトゥエゼンドゥ。はい、不好意思、请问你愿意的牛肉汤在哪里？牛肉汤吗？你愿意的推荐吗？嗯。你们是台南人吗？不是，在这里读大学。哦，大学生。Yes.
現代なのに携帯を使わない私たち。うん、OK。あー、在籍分かればいい。一緒に行く？あ、OK。OK。え、クリーンは？クリーンは、クリーン。今、大学は何年生？あ、エチンピエロ。おめでとう。おめでとう。え、今日は、お買い物？遊び？音乐季，我们来参加音乐季。这几天刚好有一个音乐季，在台南。音乐赛があるみたい。今どっか行くんだった？我们本来要去保雅买东西。Sorry， 没关系。我们不好意思。赶时间。你面几岁？我现在23。23？对。じゃあ私ママだママ。息子が26。子ってなんていう？儿子。儿子。差不多差不多。やってる？あ、やってるやってる。どこ？はい。ありがとう。フェイザーガンチェイ。みんなで写真を。写真、あ、撮りますよ。一二三。はい。うわどういうわけ初めてだけど今見た。もし日本に来たら、ね、でも遊びに来てください。じゃあまたどこかで、はい、お姉さんたちが優しい。でもあれだね、日本語がちょっとわかるからすごくない、うんね、大学生の子たち。また行くの？この人。最初千代子さんが翔さんのお店行った時ってその時まだ仕事してたの？そう、自分の仕事してた。初めお店行った時は全然お店を手伝うとかそんな感じではなかった。でグランドオープンに行って、で行ったらびっくりするぐらい何もなかった。なんていうの、お店をやるにしては本当に何もなかった。最小限だったんだけど、それでも足りないんじゃないっていうぐらい。もうあんなキッチンにいろんなものもないし、動線もできてなかったし、これで商売するの大丈夫かな心配になった。その日行った時からお手伝いをして、ちょっと手伝ってあげるよってお手伝いをした。優しいね。優しい、そうだね、そうかもしれない、優しいかもしれない。あとは翔さんの食べた豆花が美味しかったから、まあ初めの頃は豆花をみんなが食べてきっとお店うまくいくんじゃないかなって思った。この辺にないし、きっと女の人たちは好きなんだろう、好きじゃないかなと思ったから面白いなと思って、だから手伝い始めた。でもそんなに甘いものではなくて、コロナになっちゃったりとかさ、いろんなことがあって、で途中から豆腐だとなかなか、豆腐だけだとなかなか難しいから、豆腐を知ってる人が少ないから、豆腐を知ってもらうために台湾カステラをやりだした。台湾カステラでも豆腐を練り込む。一時期さ、カステラブームの時があったの。その時に
もう半端じゃない量をカステラ土日焼いてた。だから本当に自分の仕事やって、土日だけ翔ちゃんのところに手伝いに来て、去年の4月からお仕事辞めて、で一緒にやりました。でも仕事ってさ、一応公務員だったわけじゃん、うん、そのまま続けてたら給料面ではそこまで心配がない、そういう生活だったと思うけど、なんだろう、僕だったら多分すごい勇気が必要かもしれない。なんだろうね、なんかね、あのお店がなくなっちゃうのが嫌だったんだよね。しょうちゃん一人でやってたら、もしかすると続くかな、わかんない、続かないかなって思った時に、まあ、一緒にやってれば続くだろうなって思ったから、自分がね、子育ても終わって自由だから、自分がご飯を食べれればいいかなっていう感覚。今のお店、それこそ常連さんがどんどんできてきて、ちょくちょく通ってくれる人ができたから、そういう人たちとコミュニケーションを取りながら、ああいうちっちゃいお店でいつまでもやってるのが楽しいかなと思ってやってる。だからよく私が言うのは、翔ちゃんとかが辞めたい辞めたいとかって、まあ、大変でね、忙しくて大変だったり、仕事も大変でお店大変だからもう辞めたいとかって言うけど、私はいつまでもあそこのお城でお城ババアやっててもいいかなってよく言ってるよくいるじゃん、駄菓子屋さんとかでもさ、ずっともうすごい年取ってもいて、なんか駄菓子屋のおばあちゃんとかおばちゃんいる、はい、それもありかなって思って今はお仕事してます。